もう業務1種類になってますよね。そうですね。一般状態、食欲元気は普通にありますか？あ、元気です。はい、食欲もある。一応飼育もちゃんとしてるから。プロクサシンでしたっけね、抗生物質の薬もやりましょう。あ、もういいです。で、ワンクリーンだけで。で、まあ、ワンクリーンは抗生物質じゃなくて、抗酸、目を洗う働きがあって、ヒアルロン酸、目に潤いを持たせるものなんで、まあ、1日、1回から3回、様子見て、まあ、今って朝一、宮に出ないでしょ。出ないですね。もし宮にが出てるんだったら、もう3回も4回も。5回もさせてほしいし、出なければ1日1回とかなしにしてもいいですよ。だから、ワンクリーンになる部分、コントロールしてもらえると。要するに。うん。で、それでも収まらなきゃまた、見せてもらった方がいいんですけど。で、ワンクリーンまだたっぷり残ってますかね。あと半分ぐらい。はい。まあ、時々入り口だけね。これもありますよ。あ、それも、展示を行って、県に適して、入り口だけ。奥はね、やらない方がいい。自然に外に来ますんでね。かっこ、お尻だけは見とこうかな。まあ、そう若松だけも含め、肛門線、肛門線と言います。ごめんね。これ、ね、週間ちょっとあると。溜まるんだね、それなりに。
じゃあまあこれでまた来てもらえたら月末ぐらいにレボリューションプラスをつけるといいかなと思いますね。はい、じゃあ今日最新作ですね。タータ使ってんの？月に1回ぐらい。本当あれは相当優しくやってくださいね。はい、皮膚傷つける。怖いね。うん、怖いですね。はい、薄もあるけども使ってないですよ、ターミネーターはちょっと。すごい取れますけどね、あれ。本当に。使わないと収拾つかない。あ、本当。そう、確かにね。はい、じゃあバッグお願いします。入れてあげてください。もう自分でポンと買っていくか。もう買いたいばっかり。はい。じゃあワンクイーンでね、はい、あの様子見て見てくださいね。どっちにしても、ね、普通の中でも 目の病気とか涙管の病気とか耳の病気とかなりやすいと思いますんで。鼻が短い。そうですね。で耳もやっぱすごい汚れやすいと思うから時々、うん。ただ綿棒は耳は使わんでやってくださいね。服だけでね。手貼ってあげたりする。あ、毛があるのはいいと思います、入り口の。そうすると通気性が良くなりますので。はい、すいません。お願いします。はい